群馬県立土屋文明記念文学館は群馬県ゆかりの文学者や文学について広く資料を収集研究し紹介する総合文学館です。中でも高崎市出身の歌人土屋文明に関しては常設展示室でその生涯と業績をたどることができます。生涯1万首以上の歌を読み続けた土屋文明、その歌は13冊の歌集にまとめられ、万葉集の研究でも大きな足跡を残しました。常設展示では100歳で他界するまで現役を貫き通した文明の生涯をたどります。展示室の中心にある短歌の世界コーナー。ここでは小学校から高校の教科書をベースに短歌を36首選び、その歌と人物が彩り豊かな人形で表現されています。文学館の魅力は原稿や書簡などの肉質資料を通して文学をより深く味わえることです。幅広い年代の方々に楽しんでいただけるよう様々なジャンルの企画展をご用意しております。ぜひお気軽にお出かけくださいませ。